我が輩は猫である。我が輩は猫である。我が輩は猫であるは、夏目漱石の長編小説であり、処女小説である。1905年、明治38年1月、ホトトギスに発表され、好評を博したため、翌1906年、明治39年8月まで継続した。我が輩は猫である。名前は、まだない。どこで生まれたかと、んと検討がつかぬ。 という書き出しで始まり、中学校の英語教師である陳也くしゃみの家に飼われている猫である、我が輩の視点から陳也一家や、そこに集う彼の友人や、門下の書生たち、太平の逸民、第2話、第3話の人間模様が、風刺的、下作的に描かれている。着想は、E.T.A. ホフマンの長編小説、オス猫、コ、ムルの人生観と考えられている。また、 吾が輩は猫であるの構成は、トリストラムシャンディの影響とも考えられている。漱石が所属していた俳句雑誌、ホトトギスでは、小説も、盛んになり、高浜巨子や伊藤幸チオラが作品を書いていた。こうした中で、巨子に勧められて、漱石も、小説を書くことになった。それが1905年1月に発表した、吾が輩は猫であるで、 当初は最初に発表した第一回のみの読み切り作品であった。しかもこの回は、漱石の許可を得た上で挙手の手が加えられており、他の回とは多少文章の雰囲気が異なる。だがこれが好評になり、挙手の勧めで翌年8月まで全十一回連載し、掲載し、ホととギすは売り上げを大きく伸ばした、もともと俳句雑誌であったが、有力な文芸雑誌の一つとなった。 具体化されたほか、我が輩派ネズミ、である、我が輩派小僧、である、我が輩は主婦であるなど多くのパロディが生まれた。三島幸夫も少年時代、中東海一年に、我輩はありである、1937年と、ウトう的な商品を書いており、我輩は暗い暗い部屋の中で生まれ出た。という幼虫からの書き出しで始まり、変身前の自分を、宇治と呼んで嫌う人間どもを、 人間とは、おかしな動物と言い,い、さなぎからありになった、ハイが重いビスケットを背負って、それを舐めて美味しかった、エピソードなどが描かれている。主人公、我が灰のモデルは、漱石十七歳の年に、夏目家に迷い込んで住み着いた、野良の黒猫である。一九百八年九月十三日に、猫が死亡した際、漱石は親しい人たちに、猫の死亡通知を出した。また、 猫の墓を建て、書斎裏の桜の木の下に埋めた。小さな墓標の裏に、この下に稲妻起こるよやらんと、安らかに眠ることを願った一句を添えた後、猫が亡くなる直前の様子を、猫の墓、英秘品書集という随筆に書き記している。毎年九月十三日は、猫の命日である。猫が執筆された、当時の総石帝は、東京市本郷区駒込仙田議長、現、 文京区向ヶ丘2丁目にあった。この家は、愛知県の野外博物館、明治村に移築されていて公開されている。東京都新宿区早稲田南町の漱石参謀、記念館、漱石参謀跡地には猫塚があるが、繊細で焼損し、戦後その残血から復元したものだという。最終回で、明帝が、くしゃみらに、詐欺師の小説を披露するが、 これは、ロバート・バーの方針化組合のことである。この事実は、大倉省の機関誌、ファイナンス1966年4月号において、林修造によって、初めて指摘された。同様の指摘は、1971年2月号の文芸春秋史上で、山田風太郎によっても行われている。古典落語のパロディがいくつか見られる。 例を挙げると、窃盗犯に入れられた次の朝、くしゃみ夫婦が警官に盗まれたものを聞かれる、剣、第五話は、過食も面、出来心の、関月がバイオリンを買いに行く道筋を言い立てるのは、黄金持ちのパロディである。名帝が、洋食屋を困らせる話にはちゃんと、おちまでつけ一石の落語としている。漱石は三代目、柳谷子さんなどの落語を愛好したが、猫は、 落語の影響が最も強く見られる作品である。第3話にて関月が公演の練習をする首くくりの力学は、創石の弟子で、物理学者、随筆家の寺田トラヒ彦が提供した、実在の論文、サミュエル・ホートン・オン・ハニング・カンジナード・フラム、エイ・メカニカル・アンド・フィジー・ロジェクル、ポイント・オブ・ビューが元になっている。1905年1月に、 後の第1章に相当する部分が発表され、その後1905年2月、第2章、4月、第3章、5月、第4章、6月、第5章、10月、第6章、1906年1月、第7章及び、第8章、3月、第9章、4月、第10章、8月、第11章と掲載された。第1巻。 1> 第1章第3章は1905年10月6日に、第2巻、第4章第7章は1906年11月4日に、第3巻、第8章第11章は1907年5月19日に、大倉書店と、服部書店から刊行された。全一冊としては1911年に刊行された。1918年に、創籍全集の第1巻に収録された。 夏目創石著、我が輩は猫である、ことのは出版、ACB0019X3NFQ。二度映画化された、1936年版と1975年版がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。